はい、こんにちは。たけさんサックスクラブ、サックス奏者小松武宏です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は音色を変えるということについてのお話です。まあ、前の動画でもね、音色を下唇のコードで変えようよってお話をしたんですけど、今日はリードの硬さ変えましょうと。それは組み合わせですよ。もちろんリードの硬さを変えるだけでは、単に硬いリードの音になるっていうだけなんで、それじゃあ、ちょっとあまりにも、あれなんでね。ただここで触れておきたいのはね、リードをさ、変えれば音変わるの多分わかると思うんだけど、硬いリード使えないでしょ？みんな、そのなんか限界の、自分が吹ける限界の硬さのリード使っちゃったり、苦しい苦しくない。吹きやすい吹きにくいみたいな感じでリードの硬さをチョイスしちゃってる人が多いと思うのね。で、それは、まあ、間違いではないよ。もちろんなんか無理に硬いリードを吹けとは言わないけども、やっぱりあくまでも音色を求める上で、硬いリードの音っていうのは硬いリードじゃないと実現できないから、硬いリード吹くしかないわけですよ。で、やっぱり柔らかいリードっていうのは柔らかいリードの音なのね。どこまで行っても。まあでも、開きを広げるとか、なんかそういうことで、まあ物理的なここの発生エネルギーや開きを広げれば、リードが薄くても出るので、同じぐらいの馬力にはなるわけ。だけど、決定的に違うのは、やっぱ硬いものが戻る力がまず強いよね。戻る力強いし、向こうに行かせるためにも、エネルギーが必要になるわけ、当然。そのエネルギーを息だけで出すのか、もしくは、ここのサポートも入れるのか。ここがね、結構肝なんですね。で、ほとんどの皆さんっていうのは、あんまりここの下唇がそこに貢献すること、もちろんこっち側、食い込む側には、硬いリードと柔らかいリードって、もう物理的な硬さがものを言うんで、硬ければ食い込みが強いし、柔らかければ食い込みが少ない。だけど、常にこう下唇を柔らかくしてとかさ、アンプシャワーリラックスしてとか、ファットリップにして巻かないでとか言う人いるじゃん。それってさ、基本的には常に柔らかいから、ベチャってリードが返ってくるわけ。で、もちろんそれはね、効率としてはいいんだよ。だけど、前にも言ったように音色を作るためには、その効率が 100% だったら倍音がいっぱい出て、まあ道具の音しかしないわけだよ。そこにあくまで自分でどういう音色を作ろうかっていう時にはその倍音を減らさなきゃいけないんで。じゃあ減らすときに道具を使わないで減らすにはどうしたらいいかって一つはここのフレキシビリティを悪くしてリードの動きを少し抑えてやるっていうことになる。で、今度リードを硬くしていったらそのバランスが変わるじゃない。抑えに行く力と抑えられる部分のバランスが変わっていくから当然音色はまた変わっていくわけです。で、まあ一つ言えば硬いリードの方が跳ね返りが強いからいろんな向かいの行き方ができるよね。柔らかいのから少し固め、もっと固めとかっていう風にこっち側の方も硬いリードに対していろんな合わせ方ができるんで、まあ音色としては少しバリエーションが出るかもしれない。やっぱり柔らかいリードだとそこでは本当に柔らかいかちょっと抑えるかみたいな、もうあんまり抑えちゃうとすぐリードがワークしなくなっちゃうんで使えなくなっちゃうんで、まあそういう音色の幅っていうのも硬いと実はあったりするんですね。だけどそういう音型っていうのは考えたことない人が多いと思う。なんか硬いのを吹ければ偉いとか、でかい音がするとかね。そんなことはどうでもいい。いい音色を吹きたいわけだから。なんで、多くの皆さんは、これを見てる多くの皆さんは、まあ竹さんの、竹さんのサックスルームの常連の人は特にね、柔らかいリードを使ってて、まあいまいちこう音がね、こういう音しかしませんみたいな、そういうところでテンション下がってる人結構多いと思うんだけど、まあそれは重ね重ね言うけど、柔らかいリードって それだってもそんな音しかしないからね。多分まあ皆さんこう、このフレキシビリティもね、割りかし担保して、わーって吹いてるんだけど、まあそれだったら、もう音は基本的に変わんないんで、ジョールバーノンみたいな音とか絶対出ない。どう頑張っても。で、まあその上で道具を変化させたところで、残念ながらそういう
まあそれなりに変化出るけど、まあどっちも同じか、硬くしても柔らかくしても一緒かっていうところです。だからちょっと今回この動画参考に、少し硬いリードに対しての操作法っていうのをちょっと考えながら音色を作ってみたらいかがでしょうか、そういう話です。はい、ではね、ちょっとデモしますけど、まあ皆さんが考えてるようなその紙前行くやつは邪道だとかさ、なんか柔らかくとか噛むなとかね、柔らかいリードフレキシビリティを最大に割っていくみたいな、そういう吹き方するとあるセッティング超えるとただの汚い音になっちゃうんですよ。今これマウスピースが V16 の T8 ね、8番でリードが、バンドレンの GG の3半ね、でこれをそういう皆さんの言うと噛まないとか、まあ、ファットリップでもいいけど、とにかくフレキシビリティ、こう口をリラックスしてリードをちゃんとワークさせて息をしっかり吹いてみましょうって言ったら、どういうことになるかっていうと、こういうことになるんですよ。こういうふうになるわけで、これはお世辞にもいい音とは言えないし、ただの音でしょ。ただリードが動いてマウスピースがわーって言って、楽器がわーって言ってる音なんだよ。で、こういう音をいくらロングトーンで磨きましょうって言ったって変わんないよ、うん、でこれを柔らかいリードでやってるから、まあもうちょっとこんなにうるさくなくて収まってるみたいな人が多い、うん、でそれに対してなんか、いやいや音が悪いのは道具のせいだとか、自分の吹き込みが足りないからだとかって言う人いるけど、いやもう全然それ以前に自分が音をどういうふうにするかとか、イメージもなければ何もしてないじゃんそれっていう、まあ今みたいに吹いたらダメってことですよ。じゃあどうするのかって言ったら、これは前から言ってるように、リードのこっち側の動きを制御しましょう、ね、で今日は硬いリード使ってるんで、その辺が変化が前回より分かりやすいと思う。前回も分かりやすかったんだけど、今回もっと分かりやすいと思うんで、今のが何にもしなかった場合ね、何にもしなかったらこういう音。じゃあ今度少し制御してみましょうか。少し制御してみると、こんな感じじゃん。これ全然違うでしょ。さっきよりビャーっていかないじゃん。これは押さえて吹いてるとかじゃなくて、単純にこのリードのこの戻り方を自分で管理して音色を作ってるんです。これだけで全然違うよね。じゃあもっと制御きつくすれば、もっと制御きつくすればね、もっときつくすれば。こういうもっと制御するとこうなるわけだ。こうやって、まあ今こうセンタリングの場所は微妙に変えてるんだけど、だね、ただリードの扱い方変えるだけで音色ってこれだけ変わるんだよ、うん、だからこれは柔らかいリードでも本当はできる話なんだけども、ただ柔らかいリードだとここまでの音色の幅はなかなかちょっと作りにくいけどね。でも硬いリードを使うことと自分の リードの操作の仕方を変えるだけで音色ってこれだけバリエーション取れるわけで、ここにまあスピーチの開きだったり、まあ今はこのリードだけどリードの銘柄変えてみたり、少し柔らかいのを持ってきたりカットを変えたりっていうことで、いろんな音色が自分でコントロールできるわけ、組み合わせとかで。だからぜひね、物だけ買って音色作るんじゃなくて、少しこういうふうに実際にリードをどういうふうに動かすか、ね、開きの広いマウスピースは、まあ操作難しいからあれだけど操作難しいからあれだけど、まあ硬いリードのを自分が今吹いてるより少し上げてもちゃんと音色をこう管理してやると今まで出なかった音ってなってるし、まあそれは、まあコントロールできないと見なきゃいけないんだけど、まあそれがコントロールはね、まあ竹さんが前に言ったように、センタリングがしっかりできることと、息のスピードがちゃんと適時に
いいとこに行けば基本的には問題ないんだけど、まあ、それはそんな簡単に言っても多分できないし、そういう技術を持ってない人がやっぱり圧倒的に多いから何とも言えないんですけどね。まあ、竹さんの方にレッスン来ればいいって話ですけどでもそれがあればね、別に前も言ったようにファットリップだろうがダブルリップだろうがあんま関係なくて、あとはリードの向かい方をどういうふうにするかで音色はいくらでも作れるんで、そうしないとなんか音色を作るっていうところまでいかないんだよ。結局なんかこの吹きやすいリード吹いてますレベルで、まあ生きってるやつは無理して硬いリード吹くレベル、そもそもそのリードを音色のためにチョイスしてる理由が薄すぎる、なんかただ吹いてなんとなくこっちもいいかなって、だからダブルカットとシングルカットでバンドどっちも似たようなもんだとか、なんかバンドレンとダダリを使ってもなんか音色の違いがよくわかんないみたいな、なんかそういう感じになっちゃうね。でバンドレンなんかは GG と V16 と赤いジャバと緑のジャバとかってジャズだけでも4種類あるでしょ。でその他にマオハゴとか V21 とか V12 とかってそういう選択もあるわけで、これ別にジャズのマウスピースにつけてもなるからね、薄いやつだったら。でそういう選択がさ、やっぱ分かんない、そのただベアって吹いてるだけじゃん、こういう風に吹いて初めてその何種類かあるやつのリードの音色っていうのがこういう風に吹けばこういう変化がこれだと取れる、このリードだとこういう変化が取れる、それもさらに中で番数を変えていった時に、あ、このリードのこの番数にするとこういう変化が取れるんだな、こういう音がつかめるんだなっていう風になってるわけで、まあ自分がある程度今みたいに音色をコントロールすれば、今度は話ややこしくなるけど、リードの銘柄変えたり、あの番数を変えても同じ音を出すこともできるわけだよね、だからそうやってね、自分自ら音色こういう音出したい、ああいう音出したいとかいい音出したいっていうんであれば、自分で道具も積極的に変え、まあ、今回リードだけですけど、リードの硬さを積極的に変え、自分の操作方法も積極的に変えって言って音色を変えるっていう技術を学んでみてください。あの単に道具を取っかえ引っかえしたり、なんかネジ変えたりリガチャ変えたりなんか一生懸命したって、この根本は変わんないからね、何にも変化がないと思うんだよね。だからリガチャ 2,3 万円して買っても今の変化しないでしょうね。今のバーって吹いたことをその後 2種類吹いたその変化を3万円のリガチャで勝ちしても変わんないでしょ。最初の吹き方してたらみんな同じ音するからね。でもそれはもう逆に仮にヴィンテージの200万円の楽器もしても最初みたいなバーって吹き方したらああいう音しかしないからね。だからそこはなんかロングトーンを何年もやれば音は変わってこない来ない、今吹き方変えただけ、道具をうまく使っただけだから、それをにそんなに時間かけることはないでしょ。もっとやることいっぱいあるんで、なんでそういうことでね、少し音を自分の取りたい音色に対してどういうふうにアプローチするかね、道具を変えて、まあ、リードを硬くしていってどういうふうに自分のコントロールを変えていくかっていう、まあ、ちょっと例を、ね、今日は言ってみましたけど、そんな感じでね、まあ皆さんも、まあ、マウスピース、リードの組み合わせとかあるでしょうけども、一つ、リードの硬さっていうのは、自分が吹けるからこの硬さじゃなくて、音色で、ちょっとこの硬さのリードをチョイスしてみようかなっていうことを少し考えてみてください。これはね、いろんなスタイルで、本当にふにゃふにゃリードバッてフルに鳴らすスタイルっていうのもあるんで、音楽のジャンルによっては。で、それはそれで、そこで、楽器のチョイスとかマウスピースのチョイスとかいろいろ発生するんで、今日話したことはあくまでもジャズの一般的なジャズというか、まあ普通にジャズマウスピースで言えばオットーリング系のマウスピースを使ったりメイヤーの系のマウスピースを使う場合においての音色作りに、まあ参考になる話だと思います。まあもしかしたらそうセルマータイプのクラシックの人がどういう音色を作るかわかんないけど、クラシックの人も同じ考え方ができると思います。リードの硬さ対下唇の作り方っていう意味では全く同じ、操作ができると思いますんで、まあそんな感じでね、皆さんも
楽しいサックスライフを送ってください。まあもちろん分かんないことはレッスンに行くのが一番だと思いますので、そんな感じで、はい、まあタグさんのところに来られない人は、まあ、今後どういうふうにするかね、オンラインレッスンもできないんで考えてみますよ、はい、そんなわけで今日の話は良かったなっていう人は、はい、そんなわけでまた次回の動画でお会いしましょう。